じゃないわ。ブスが出てきちゃうってところで受けた。え、自分が笑うところ私想像できる。伊沢コロコロさん呼ばれましたね。そう思った、自分でも。ゆうくんどの顔でも可愛いぞ。ありがとう。そうやってファンの皆さんは言ってくれるから、それが元気の源になります。うん、ここ今日の物販はやたら名前に反応したコロコロパピーさん。でもコロコロパピーさんね、昨日一昨日ワースタさん の, あの主催ライブ出てて、昨日は分かんないですけど一昨日出てて、そんな方として今日対談しました。キャマちゃん視力 1.5 だからライブ中毛穴まで見る。やばすぎー、いいな、視力いいのはいいよね、羨ましい。 CT 小野峰さんのグラビアまだですか？うん、予定はありません。やる予定はありませんね。シャキさんパソコンできるとか、私めっちゃできるよ、タイプめっちゃ早いし、学年高校とかでも、まあ、とりあえずクラスでは一番早かった多分タイピング、高校の時。まあ、いろんな人がいるけど、だから結構小学校中学校にかけてめちゃめちゃパソコンやってたので、結構それが名残で途中からやんなくなっちゃったというか、中学校になってバレー部になってからちょっと忙しくなっちゃって全然いじんなくなっちゃってってのあるんですけど。のりくんが来ましたけど元気がないです、こんばんは。てんてんてんだって、どうした、どうしたの。いさ、パソコン触ったことあるんだ。え、全然触るよ、私めっちゃやってるよ。セキュリティ大丈夫？うん、セキュリティはあんま大丈夫じゃないかも。1.5 もあれば毛穴まで見えるのか、羨ましいね。私はコンタクトしてやっと毛穴まで見れるからね、まあ、コンタクトして毛穴まで見えなかったらちょっと困るけど。あ、エビケンが来た、星ありがとう、星マンだからね、エビケンは。今日もエビのアバターで星をありがとう。いやー、やっぱゴールデンタイムだと開始して10分ぐらいしか経ってないけど、もう400人だね。早い気がする。久々のゴールデンタイム、私がやるのは。イエくん、パソコン触れるってことはやっぱエンターキーは強めに戦うですか。そうだね、そうだわ、多分そう。ドゥ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 って言ったとペンってなっちゃう多分。やば、そのなんかラールみたいなの面白いね。多分強いと思う、意識してないけどパンって音はしちゃうから強いんだと思いますよ。ご紹介しよう。はい、私たちベッドできるアイドルキュインズの好奇心旺盛南国娘、あっちみなこっちみな、おのみなみーたんこと、おのみな19歳です。よろしくお願いします。いやー、来週はですね、11月28日水曜日にはキュインズの新ミニアルバムインフィニティが発売するんですけど、タワーミニ汐留店さんの、特設ステップエースの方でですね、インスタイベントやるので、ぜひ観覧無料なのでぜひ来てほしいなって思います。新曲はもちろんやりますし、全部はやんないですけど。ここタッチできる人はエンターツムルキ2週間脱出。タッチできる人ってどういうこと？できる人、
釈さん、次のアルバムもベットできるのできますよ。ちょっと開封しよっか。てか私も自分の携帯に曲を入れなくては。詳しい場所の紹介お願いします。汐留店、あ、一番早いのは検索することですね。でもそのたわみに汐留店さんが多分汐留駅のあの真ん中ぐらいに小さなタワーレコードさんがある。だから小さいからミニなんですけど、そこに多分床でスペースを作ってもらうって感じだと思います。だから汐留駅ですね。日テレの方に来てもらえれば。日テレです、日テレ。シャクさん、新橋から歩いても行ける。へえ、そうなんだね。新橋、汐留行くとこういうのあるじゃないですか。これちっちゃい、本当にちっちゃいタワレコで、多分床になんかシートみたいなの敷いて、そこをステージだとしてやるんじゃないかなって予想です。特設スペースなので、特設ステージでもないしスペースなので。えっ、さあ、ほうほう、これキーボード見ずに、もしくはほぼ見ずに打てるブラインドタッチ。あー、ほぼ見ずにできますよ。そう、フィニッシュ感出すと笑うね。シャクさん、ゆりかもめは料金高いので。あー、なるほどね。汐留3回ぐらいしか行ったことないから、何で行ったか忘れてた。いさお、インスタだからお静かに観覧ですね。インスト、さあ声出したらダメなのかな。ちょっとならいいかな。くまちゃん、新橋駅じゃない。そうなの。そうなの。あ、本当だ、書いてある、書いてある。 JR 新橋駅から汐留に続く地下通路内に構える店舗です。地下だけど地下っぽくない不思議な場所にございます。だって新橋駅って書いてある。え、でも私汐留降りてもすぐあったもん。どっちでもいいんじゃないですか。新橋駅だよ、伊佐。待って、もうちょっと調べる。伊佐迷うな、きっと。伊佐はなんか苦手？地図とか。私は得意なんやけど。する完成に雪風に預けて。ここゆりかもめは高いから使わないので、新橋。そんな高いんだ。くまさん、ブータレないで。何ブータレないでって。ミスター、ミスター待って。帰り道止まりせれの君と一緒に行く時間。一般の人もたくさん通行してるから、ピルちゃん、そうなんですよ。汐留のタワーでこうミニさんはそうなんですよ。だからリエン緊張する。え、なにこれ。首尖らせてたから。あー、ブータレないですってこと。ブータレない。
まあ、また詳しくはツイッター載せますね、今ショールームで。インスタイベントはね、1年以上やってないので楽しみですね。ワイヤレスマイクあるかな、なかったらぶっちゃけ難しいんですけど。ギターとりあえず新橋行きます、ありがとう、イエス。ではまたツイッターで、なんかこの生き方がいいですよって、お飲みなは皆さんに来てほしいので、そういうのを怠らないようにしてるので、多分そのうちツイートするので、それで見てくれれば楽しみだよ。シャクさん、新橋から日テレに向かえばすぐ分かるよ。私日テレだって汐留駅までしか行ったことない私はそういう人だったから、ちょっとそうやって行ったことないから、そうやって人生行ったことないから分からない。くまちゃん、リリーベ1回だけ、多分12月にやると思いますよ。だけどまだ完全に決定じゃないので、まだ告知はできないって感じ。ちょっと待ってね、お前が一番、お前が一番、うん、ピエ君ミニだしマイク自体なかったりしてな。だってうちの事務所にないんですよ、ワイヤレスメイクマイクなので、ほんと最後にインスタイベントやった場所にもワイヤレスマイクなくて、コード線が有線のマイクでやって、有線じゃ踊れるわけないじゃないですか。だから本当にいろいろと大変で、ぶっちゃけちょっと下調べをちょっとお姉さんに確認しないと。なんか有線だから、有線用のなんかリハとかもやってましたもん当時は。エビケン星ありがとう。てかウーパールーカーの人がいる、ちょっと待って、7位にウーパールーカーの人がいる、ブンさん、アイシワーシップでーすウーパールーカーに反応するやつ、あといないね、ウーパールーカー、うん、くまちゃん日曜日カモン、あ、でも12月の土日に入れたいって言ってたからありえるんじゃない、日曜も。くまさんメイクそう、ちょっと待って、 My life is 私の、よいしょ、夢を追い続け気づいたけれど、どこにあるの、パードアートテープ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 、エビケン星ありがとう。いさ、お礼のは反応しないのか、俺の、俺の何、ああ、いさおのやつはこれはスノラビさん関係なんかぽい、スノーでラビットでウサギだもんね、完全にそうかな、ちょっとそこは知らんかったし、ウーパールーカーしかわからんかっただって私のキリンズオノミナのあのアカウント、メンバーとか見に行くときウーパールーカーだよ私。ゆうくん今やメイクもワイヤレスの時代か笑う、いいな、ワイヤレスだったらいいな。さて、ドゥルンドゥンドゥルンドゥンドゥルンドゥンドゥルン、はい、皆さんこちらです、じゃん、私たちの新ミニアルバムインフィニティです、紙ジャケですよ。開封ショールームしますか、はい、曲名5曲入ってます、1曲目、1
1曲目坂道、2曲目カルトグラフィー、3曲目ゴーマーウェイ、4曲目明日へ、5曲目リスントゥーマイハートです。 So oh yeah。ここくまさん、新ホームページに先までのスケジュール載ってるよ、日曜日もある。え、そうなの？ちょっとそれは私も後で見ますわ。てか言われてないトレーダーさんから言われてない。イサオ豚の鼻のマークですね。無限だもん。シャクさんおすすめの曲は、個人的にはGo My Way です。 Go My Way は発売日やるかも、披露する可能性が高いです。なぜかというと Go My Way は歌い出しが私だからです。注目してください。精神誠意込めて頑張って歌います。くまさん2月9日ライブ入ってるよね。入ってると思う。待って。え？あ、2日9日だ。2月9日って調査期限わからんよと思った。2日と9日入ってるよ。うん。さ、来月のも載ってますよ。ほえ。1月も仮だけ載ってますよ。そうなの？ちょっと後で見るね。ショールームだから後で見ます。くまさん何？新ホームページ？ホームページ載ってるよ。あるよ、ホーム載ってるよじゃなくてあるよ、ホームページ。これ前のシンクルのホームページ。なんかそのサイトが終わったらしいね。なんかアドレスはキュインズコム、ちょっとわからないんですけど、スタッフツイッターの方にホームページに飛べる URL が載ってると思います。でも新しいホームページ作りましたっていうのも私たちマネージャーさんから直接言われてないので、ツイッターとかで言ってないから知らない人がほとんどだと思う。私も気づいたの最近だから。シャクさんホームページかっこよくできるね。すごいちゃんと作ってくださってる、作り込んでる、ありがとうございます。ところハテナじゃなくて、ハテナは違うとこか。そう、10月末に終わって消えたーとなったよ。終わって消えたーとなったの。終わってってこと、終わってって。10月になんかそのサイトが終わったんだよ。これ開封しますよ、新ミニアルバム。開けまーす。開けまーす。あー見せちゃうの、ダメか、見せちゃうダメだ、ダメだから私だけ開けるね、みんなには見せないね。ありがとう、止めてくれて。危ない危ない、超危なかったわ。くまちゃん前のしか知らなかった。まあ普段見ないよね、ホームページだって。見にくかったもんね、前のも。ゆうくん、てか普通の人はやんないか、そういうことやる人はやるか。でもあ、でベッド券は入ってますよ、もちろん。あとは貸しカード。チラ見させるね、 CD。 ちょん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 、はい、オッケー。かっこいい、黒くて。かっこいい。そう、まだ見せないのに楽しみです。撮っとこう、チラ見させちゃった。かっこ、あ、いいんじゃなかった。でもみんないずれかゲットしてくれるから。くまちゃん2の時も見た、見せちゃったよね。え、でもさ全然見せるアイドルさんいるくない？写真撮って。発売してからだっけそれって、わかんないけど。チラ見じゃん、チラ見いやチラ見じゃん
あと曲はやっぱまだわかんないし、これじゃあ行っちゃう。まあ私はこれでも裏面ならいいんじゃない。裏面だって曲名はもう出てるじゃん、ツイッターに。定価税抜き1851円、まあ2000円ですよね、税込みでっていう感じですね。うん、うん、ドキドキ。うん、インフィニティ、いや見せるのやめときます。まあチラ見はしたんでね、もうちょっと手に入るんですから。さくさん、その CD だとブックオフに売れない。売れないんだ、紙ジャケだと。コロ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 売るな。いそう、この CD 買おうね。お願いします、買ってください。ゆうくん2000円ってことは1000冊2枚で買えちゃうんですね。そうです、1000冊がたったの2枚で買えちゃうんです。そして適券も物販だったら2枚ついてきますし、そしてそしてなんだっけ、そしてリリースイベント、まあリリースイベントじゃないんだよな、あれだってタワレコで置いてもらうわけじゃないと思う。多分場所をなんかタワレコとかで撮ってるみたいな感じかな、なんて感じがしますけど、私的には。だからインスタイベントだね、本当に。くまちゃん、髪ジャケだと店舗に並ばなくない？うん、そこのところちょっと私たちわからないので、20ユーロでお釣り来る感じですね。わかんない、何ユーロって、ヨーロッパ、ヨーロッパか、わかんないや、むずい。ユーロバースしかわかんない。バース、バースはタイだよ、タイ。300バースで1000円なの。そう、そういう感じなの。300バースで1000円ですよ。勝負に挑みたい。寒いよ、今日寒いですね。いざアメリカドルは分かるし、分かるよ。韓国はウォンじゃん、1000ウォンとかじゃん。あとはなんだろう、わかんないかも。あとはウォン、やりかけたから、あとわかんないかもしれない。中国って何？シャクさん、救急車ジャンプ大好きマンです。イエーイ、今日もやったよ。今日ね、あーブログ書いてなかった、まだ。今日は25分だけど6曲やりました。さあ寒いよね、もう暖房入れている生活。私もよ、入れてます、暖房。暖房入れてる。ナウナウ、イサを誰も更新してない。あ、まだ誰もしてない。なれそう。テレレレテレテレ。リー君、タイは超暑いからアーケード街とかでもガンガンに冷房かけすぎて逆に寒いってマジですか？でもアーケード街どういうことかわからんけど、
なんかデパートの中とかはやっぱ寒すぎる時あるかも。でもちょうどいいかも。私寒すぎって感じなんかもちょうどいい。あつしくんこんばんは、ありがとう。シティダンボ、ダンボ、私ダンボみたいに耳でかいよ。じゃーん、くまちゃん CD インフィニティに変えて流す。てか流してんの、携帯から流してるんだ私。まだ CD の音源入れてないので残念。え、でも発売日超えたら新曲も流していいんだもんね。やばい、嬉しい。しかし新曲にも楽しい振りの曲があればいいの。振りは楽しいんじゃないかな、どうなんだろう。みんなに見てもらえんと、やっぱみんなの評価がわからないとあれやから、いいなとも言えんけど。伊沢サイバちゃん今朝のブログに帰りにブログ書けばいいと書いていたのに。てか私もいつもそう思う、電車の中で。でもみさきんとかみんなは都内にいるから短いと思うけど、私神奈川だからみんなよりも電車の中にいる時間が長いはずなのに、なんか書けない時書けないからって感じ。ゆうくん、アーケード街ってのはあれよ、屋根付きの商店街みたいな感じ。アーケード街は寒くない気がするけどね。私はいさお、おのちゃんやっているよね。やってる時やってるよ。もっと夜遅い時のライブだと、今日は早く終わったじゃん、だからやってないけど、今日は逆に爆睡めっちゃしちゃって、爆睡してて久しぶりに電車乗り過ごした。なんか一駅って書いたけど、各駅じゃないから、なんだろう、5駅分ぐらいの1個分みたいな感じで、久しぶりに乗り過ごして、この1個のためにあのホーム変えなきゃいけないっていうのが辛すぎた私的には。くまちゃんでも乗り過ごしちゃダメよね。え、今日久々に乗り過ごしたんだよ本当に。着いたら、あ、起きたら、あ、これは1個先になって1個先になってしまっていると思って、うーって。逆に1個だけで悔しいわ。ここ逆に長いから寝る。まあね、だからね、私も最初は寝ちゃうか頑張ってブログ書いて寝るかみたいなのがあるんですけど、でも寝ちゃうと本当に最後まで起きないから、しかも寝ちゃって起きた後って本当に眠くて、なんかこう脱力しちゃうから、寝たら書けなくなっちゃうって言いたくなんですよ。だから書くなら最初しかないんだけどっていう感じ。ゆうくん電車乗り過ごす、おのみなかわいいよ。ありがとう、ゆうくんは本当にいっぱい褒めてくれるから嬉しい、嬉しいよ。ゆうくん、ゆうくんってさ、マイニャさん大好きボトっていうツイッターなんだね。え、そうだよね、え、そうだよね。くまちゃん電車で寝れない、マジ私どこでも寝れる。私のメリットはどこでも寝れるっていうこと。いえくん、そうだよそれね、結構最近に気づいて、と思った。最近って言っても1ヶ月以内、ほんとだから。いえくんってショールームの人間なんだと思ったんだけど、ツイッターもね、たまにやっぱ反応してくれるから、ゆうくんなんだね、あれは。今更やけど、あれ本当にどこでも寝れるんだよね。うるさくてもね、どこでも寝れる。してください。シティ、え、車運転中に寝ちゃうことあるんだけど、それは修行、自分が運転してる時でしょ。それはすごい。だって私美容院で髪切ってもらってる時でも寝れるもん。くまちゃん、うとうとしても
一息ごとに起きてしまう。うっそー、マジか。でもどこでも寝れるわけじゃないって人多い、まあまあいるよね。でも私の周りにもいるけど、寝れる方が楽かなって思う。最近は寝れる人の方が楽に生きていけるんかなって。佐藤明人さん、以上カウントミッション終了。カウントしてくださってたんですか、ありがとうございます。ルームハートフォローミッション終了、やった、ありがとうございます。明人さん、私はキュインズの小野美奈と申します。普段たくさんライブ活動してます。イエイ。ゆうくん、あーツイッターちゃんと挨拶してませんでしたものね。うん、確かに、うんうん、なんかショールームってイメージが強い。ゆうくん、カウントありがとう。コロコロかな。あきひとくん、星投げミッション終了ありがとうございます。やったやったありがとう。いやー、明日になったらクリスマスまでちょうど1ヶ月になるね。明日友達の誕生日なんよね。うん、連絡取ろう。そう、あれいつメガネ外した、待って、それはやばい。開始10分も経たずに外した気がする。やっぱメガネない方がいいなと思って。いさおめでとう、おめでとう、友達おめでとう。あきひとくん、新宿川崎渋谷ライブ見に行った、キュインズですか、ありがとうございます。新宿と川崎は、新宿はいつやったっけ最近。ゆうくん、クリスマスそれ食べられる、わろた。お友達おめでとう、ありがとう、祝いしてくれて。高校1年生の時に一番最初に仲良くなった友達ですね。クリスマスね、キュインズクリスマスライブあるので、ぜひ私たちと一緒に過ごしてくれる方は大歓迎です。あきひとくん、うー、川崎純情小町姉妹グループです。そうなの、小町いざと、ミリエルさんなら知ってます。純情小町さんの姉妹グループはネオさん、ネオさん の, あのファンの方かな。川崎純情小町ネオさん、イサオ12月全部行くのきついわ。でもイサオ本当に全部来てくれてたよね、来てくれてるか、来てくれてるよね、ありがとうございます。いつもコロコロ、50ベッドありがとう。なんか変わったね、言い方。50ベッドに。12月結構いっぱいあるよね。シャクさん、相変わらずアイドル詳しいね。そう？純情小町ネオさんは、やっぱ対バンしてるので、わかりますよ。あきひとくん、かずき純情小町組、純情小町組を、公式ホームページ。なんか、宣伝になってる。あの、宣伝されてる。今日はもうそろそろ終わりかな。
じゃあもうそろそろ終わります。配信はーいって言いそう。ゆうくん出たー、今来たばっかり。バッタバッタ。くまちゃんもそれ好きだもんね、言うの。するたび女の子で、寂しいよ。ありがとうございます。今日も配信見てくれた方、お首が出ちゃうと電車の中で寝たからだ。絶対さあ12月頑張って生きるようにする。早くサイバーさんに気に入られるようにします。あ、伊沢はそれを目指してるの？気に入られるように。くまちゃん好き言われた。好き言われた。もう記憶なくなっちゃった。あ、くまちゃんも好きだもんね。か、伊沢ありがとね。ありがとう、こちらこそ。告知しますよ。シーズね、次のイベントなんですけど、11月28日水曜日に、星ありがとう。新ミニアルバム、インフィニティ、これですね、これ。新ミニアルバム、インフィニティが発売するんですけど、発売日なんですけど、その日、発売日ということで、インストアイベントを、タワーミニ汐留店さん、汐留汐サイト地下通路特設スペースにてやらせていただきます。新曲はもちろんやりますし、観覧無料ですので、ぜひ来てくれるだけでも本当来てくれたら嬉しいです。ミニライブと特典会ありますので、ぜひ来てください。19時半スタートですね。観覧無料です。そしてその次は12月、ここからちょっと簡潔に行きますね。12月1日土曜日は、上野水上音楽堂さんです。前売り2500円です。12月2日日曜日は、ポニーキャニオン1階のイベントスペースさんです。前売り3000円です。そして、12月4日は、代官山スペースオットさんで、出演時間19時半です。前売り2500円です。12月6日テイクオフセブンさんです。出演時間8時半です。前売り2000円です。そして12月9日日曜日は、東京 FM ホールさんで、前売りが、前売りでも当日券でも1500円です。そしてクリスマス12月25日火曜日は、渋谷エッジって読むのかな、 AUBE で、渋谷エッジさんで、前売り2000円です。そして大事、12月28日金曜日は、代官山スペースオットさんにて、昼は主催ライブ、夜にワンマンライブという形でね、単独ライブあります。で、1枚のチケットで新規お友達もう1人無料で、入れるので、実質1枚のチケットで2人入れることになりますので、絶対にスペースオットをいっぱいにしたいなと思うので、気軽に初めての方もぜひ遊びに来てください。来てほしいです。お願いします。コロコロ星ありがとう。シャクさん新衣装だと寒そう。前の衣装でも一緒じゃない？
てか踊ったら寒くないので大丈夫よ、踊り始めれば。そう、あ、予約の引き換えはどこで？予約の引き換えは普通にリリーベ来る人はリリーベでよくて、リリーベってかあのその販売発売日に来れる人は発売日で、来れない人は多分全然あの普段のライブで引き換えてくれると思います。ゆうくん水上音楽堂寒くない？ライブしてれば大丈夫ですよ。ちょっと物販は寒そう。でも私ケインズってそこでライブしたことないのに初めてなのでちょっとドキドキです。ということで今日はこれで配信終わりたいと思います。ゆうくんありがとう、いそーありがとう。ということで終わりたいと思います。ちゃくさん集まりに引き換えできるんだね。わかんないです、書いてない。予約してる人のことについて書いてないのでちょっとそこは、マネージャーさんに聞いてみますね。それで言ってもらうようにします。予約をしたる人は発売日に予約の引き換えできるのか聞いてみます。したっけね、イサオありがとう、ゆうくん配信お疲れ様ありがとう、コマちゃんお疲れ様ありがとう。一応予約券持ってく、それが一番いいかも。言っても一応聞いてみますね。私も確かに書いてないことは聞いた方がいい。これ明日以降に引き換えの発表があるんじゃない？あるかな？わかんないけど聞いてみるね。一応ちょっと待ってもなかったらお知らせが、まあ、予約引き換えができるかどうかはね、わかんないんですけど確認しておきます。ということでインフィニティ発売日お待ちしてますので、観覧フリー無料で観覧できるのでぜひ誰でも来てくれると嬉しいなと思います。では最後自己紹介します。私たちベトできるアイドルキングの好奇心旺盛南国娘、あっちみなこっちみなおのみなみーたんことおのみな19歳でした。ありがとうございました。インストアイベント待ってます。みんなの枚数買ってるだろうから佐藤さんが持ってくるのがまた大変だよね。でも CD だけだよね、あの発売日だったらグッズないもんね。コロコロクマちゃんバイバイ。あ、ランキングちょっと軽く読みますね。じゃあ9位から。9位しもちゃん、どこのしもちゃんなんだろう、ありがとう。そして8位はあきひとさん、ありがとうございます。7位はウーパールーカーのぶんさんなんですけど気になる、ありがとうございます。そして6位エジムンドン、ありがとう。そして5位はシャークさん、シャークさん今日コメント多めだったね、ありがとう。そして4位ユケジ、ありがとう。いないかな、でも今さあ、くまちゃんありがとね、くまちゃん。そして2位コロコロ、ありがとう、今日も駆けつけてくれてありがとう。そして1位はいつも星をたくさん投げてくれるエビケン、ありがとうございます。てか目標達成してるわね、ショールーム。くまちゃんインターンの人がいる、あーでもインターンの人土日だけな気がするからいないかもしれない。まあ今日土曜日だけどインターンの人いなかったねわかんない、日によるから。ということで見てくれた方ありがとうございます。バイバーイ。